妊婦健康審査について説明します。妊婦健康審査は、妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するために行います。そして医師や助産師などに妊娠・出産・育児に関する相談ができます。母子保健のしおりに閉じ込んである受診票を使用して妊婦健康審査を受診しましょう。妊婦健康審査は標準的には14回受診していただくことになります。妊婦さんと赤ちゃんの健康状態に基づき、主治医の判断で標準よりも多く受診を勧められる場合もあります。受診票が使用できる健康審査の受診時期、受診項目について詳しく説明します。妊娠初期から23週の期間は4週間に1回の間隔で妊婦健康審査を受診します。初回の妊婦健康審査では、基本的な項目に加えて血液検査や子宮頸がん検査、超音波検査なども行います。妊娠24週から35週の期間は2週間に1回の間隔で妊婦健康審査を受診します。毎回の基本的な項目に加え、8回目には血液検査や超音波検査も行います。妊娠36週から出産までの期間は1週間に1回の間隔で妊婦健康審査を受診します。毎回の基本的な項目に加え、11回目には超音波検査や B 群溶連菌検査、12回目には血液検査も行います。受診票の使い方について説明します。1枠内に氏名や生年月日などを記入して、母子健康手帳と一緒に医療機関に提示し受診しましょう。それぞれの受診票に記載されている妊娠週数に合わせてお使いください。受診票に記載されている項目は公費で受けることができます。妊婦精密健康審査について説明します。妊婦健康審査の結果、精密健康審査が必要な場合は1回に限り公費で受けることができます。金沢市健康政策課または福祉健康センターに申請書を提出してください。妊婦健康審査受診票使用時の注意点について説明します。石川県内の妊婦健康審査実施医療機関、助産所で受診できます。金沢市から転出した方はこれらの受診票は使用できません。転出先の市町村で受診票の交付を受けてください。出産予定日以降に妊婦健康審査を受診した方に対して、検診費用を1回分のみ助成します。里帰り出産などのために石川県外の医療機関、助産所で妊婦・産婦健診を受診した方は、申請すると費用の一部が助成されます。どちらも申請時に医療機関が発行した検診料の分かる領収書、検診料の明細の分かるものが必要です。